オープンパッケージングコンベンションスは、マイクロソフトによるファイル格納に関する技術で、XML と非 XML ファイルをパッケージするための企画である。オープン XML ペーパースペシフィケーションドキュメントや、オフィスオープン XML で採用されている。OBC 形式でファイルをパッケージ化する利点は、独立したファイルをそのままの形でドキュメントに添付でき、 XML をそのまま使用するより小さいファイルを生成できることである。OPC 使用は Office Open XML 標準のパート2に定義されている。ISO, IEC29500 からに2008規格と Icma-376、ま、の第2範囲以降ではプッ k w a r e 社の ZIP ファイルフォーマット使用バージョン6.2例を 引用規格としており、追補として規範例が付属する。注意、イクマ -376 の第一版では、上記より、新しいプックマヤの ZIP ファイルフォーマット、使用バージョン6.21を参照している。この版の ZIP ファイル形式は、国際標準に定義されていないが、コミュニティと開発者間には広く普及している。マイクロソフトが二千六年に、 インターネットエンジニアリングタスクフォースに提出したドラフトでは OBC 形式のパッケージへの参照として PAC URI スキームを使用するよう記述していたがこのドラフトは2009年に執行しているこの記述方法はインターネットスタンダードの URI スキームに適合しておらずこのスキームは現在ヒストリカルと分類されている XML ペーパースペシフィケーションと OfficeOpenXML は共に ZIP を利用したオープンパッケージングコンベンションスを使用している。XML マークアップファイルの他に ZIP パッケージに含められるファイルには PNG、BMP PN、AVI、PDF、PD RTF のようなテキスト、バイナリファイルの他にすでにパッケージ化された TOF ファイルを含むこともできる。OPC では ファイルの命名規則も定義しており、バイナリーと XML ファイルが ZIP 書庫ファイル内の格納場所に依存しないよう、間接参照方法も定義している。o p c ファイルは一般的な ZIP ユーティリティで開くことができる。また、o p c ファイルでは間接参照、チャンク化、及び相対間接参照がサポートされている。o p c は、 多数の新しいファイルフォーマットの基盤技術となっている OPC は Net フレームワーク3.0でネイティブにサポートされておりシステム IO パッケージングネームスペースで利用できる他言語のためにオープンソースのライブラリーが存在する Windows 7より OPC は Windows API としてもサポートされるようになりコムインターフェースを通じて利用できる パッケージング API という名称で参照できる。別の方法として、ZIP ライブラリーを使って o p c ファイルを作成、開くことができる。この場合 ZIP 内に名称規約に従ったファイルが正しく格納されている、必要がある。コンテナストラクチャーオブパートニオブザイクマ、オフィスオープン x m l スタンダード、イクマ3 7 6 o p c の 専門用語においてパッケージは ZIP アーカイブに対応しパーツは ZIP アーカイブに格納されているファイルに対応するパッケージ内の各パーツには MIME メディアタイプ形式で表現された特定の要素タイプに加えて1位の URI 準拠のパーツ名が存在するパーツの要素タイプはパーツに格納されているデータの型を明示的に定義しており 拡張子に起因する重複や曖昧さといった扱いの難しさを削減する。OPC パッケージにはパッケージ、パーツおよび外部リソースの間の関連付けを定義するリレーションシップを含めることができる。ディレクトリおよびパーツの階層構造に加えて OPC パッケージでは関連付け関係の有効グラフを通したコンテンツへのアクセスにリレーションシップを一般に使用する。 リレーションシップは4つの要素から構成される OPC パッケージは任意の形式のデータを含むパーツを格納できる。ただし、拡張し、レルズはレルズサブフォルダ内にリレーションシップメタデータを格納するために予約されている。サブフォルダ名、レルズ、そのようなディレクトリ内のファイル拡張し、レルズ、そして任意のフォルダ内のファイル名、コンテントタイプス、 XML の3つのみが OBC パッケージに格納されるファイルで予約済みとなっている名前である。すべてのリレーションシップは XML ファイルとして表される。レルズファイルをテキストエディタで開くと、そのパーツからターゲットされるすべてのリレーションシップを定義する実際の XML マークアップを見ることができる。典型的なリレーションシップファイルは次のような、 xml コードを含む、relationships xmlns http s c h e m a s o p e n x m l f o r m a t s o r g p ラッシュパケ2006 relationships。relationship id http スキーマス、microsoft.com xps 2005 例6、fixed representation target イコール、fixed document skins, fdseq.relationship id イコール r1 type イ,イコール。 http://schemas.openxmlformats.org スラッシュパケチスラッシュ2006スラッシュ e t i o n s s スラッシュ medatas スラッシュサムネイルターゲットイコールドキュメンツ1メタダタページ1サムネイル j p g リレーションシップスこれは ルートパッケージに対する二つの関係を定義しており、最初のものはルートパッケージとして考えることができ、もう一つは代替形式への参照に使用されている。ファイル破損の影響を少なくできることから、ドキュメントを小さなチャンクに分割することは推奨されている。また、これはデータアクセスの向上にもつながる。例えば、一つの XML パーツ内に、 すべてのスタイル情報を格納し、それぞれのワークシートやテーブルをそれ、自体からなるパーツに格納する。これによって、利用側アプリケーションは、高速なアクセスとオブジェクト作成の削減が可能になり、複数のプロセスが同じドキュメントで作業することが簡単になる。オープンパッケージングカンベンションスでは、参照を持つ、各ファイルは、間接参照リストである、レルズファイルを持つ。 これによって、いくつかの場面で一部の情報を関連する全すてのリソースと共に切り張りすることが容易となるほか、ファイル間での名前衝突の恐れのない名前スコープの提供が可能になるなどの利点がある。ありがとうございます。